たび赤い子供を描くようになりました。日本で赤は古来より魔除けの色とされています。そんな歴史深い色だとは知るはずもない幼い頃から、色に迷うと私の中の無意識と意識の両方が赤を選ぶの。そういえば今身の回りを見渡しても、作品はもちろんワードローブにもキッチンにもところどころ赤いものが点在する。もちろんむやみやたらに赤を多用するのではなく、私の中の審美観と美意識で吟味した赤だけが私の生活の一部になる。とにかく洋服や編み物、特別な日のドレスやバッグに至るまで、プライベートでも仕事でも私にとって赤は特別な存在。それは潜在意識が昔から赤い色を追い求めているからなのかもしれない。私にとっての赤とは一体何なのか、幼少期に遡って考えてみると、私にとっての赤は一番最初の我慢の色で、手の届かない憧れの色でもあった。母の大切なシャネルの赤い口紅を隠れて塗って、その独特な異国の香りに酔いし、鏡の中の自分にうっとりしていた幼い私。母に見つかってひどく叱られた、嫌なことがあるたびこっそりその口紅を塗る、気持ちを切り替えることができた変な子でした。小学校に上がる頃、赤いランドセルが欲しいと親や先生、周りの大人を困らせたことがあった。油性のマジックでどんなに赤色を塗っても、すべて漆黒の闇に吸い取る、黒が赤に変化すること、永遠にないことを悟りました。大人になった今も、心が折れそうな時や傷ついた日、自分を奮い立たせたい時は、赤い口紅や赤いドレス、赤いハイヒールに頼ることが多い。作品に赤を使うのは、過去の我慢や嫉妬、コンプレックスと向き合う作業なのかもしれません。なので、赤い作品には少々複雑な思いが入り込んでしまうのかもしれません。